っ暗だ。ライトを照らしてく？はい、こんばんは。いつもこんにちはだけど、今日はこんばんはです。これからちょっとシティのイベントに行きます。シティで今あのビビットシドニーっつって、光のなんつったらいいんだろう、光の祭典みたいな、そんなのやってます。でね、なんだっけ、プロジェクションなんとか、そういうその光で遊んでるっていう、その建物をなんつんだ、プロジェクションマッピング、建物を、に映像を映し出して、例えばなんかアートの世界とか、そういう、建物を違う建物に変えてみせたりとか、いろいろやってます。はい、じゃあ、行ってきます。までは、こっからだいたい20分ぐらいで行きます。やっとパーキングが見つかりました。はい、これでチケット払って出発です。ビビットシドニー線痛いあ、そうハーバーブリッジ綺麗だね。みんなビビッとシドニー仕様になってます。反対側から見るとなんか電気がビビッとカラーになってます。ダメじゃないこれ。これは何だろう、まあ、中に入る。なんだこれ、雷、雨雲、うん、ロックスのレストラン。ここはだから忘れちゃったけど、昔囚人たちが、送られてきた最初の場所で、ここに多分牢屋もあったんじゃない、確かロックス。うわ眩しい。ここはサーキュラキー、ロックスサーキュラキー、どっち、まあ、こんな感じで、ここも、まあ、レストランがいっぱいあって、船着き場ですね。何やる、盛り上がってます。わあ、人混みがね結構苦手だから歩くのが大変。あれなんか楽しそうな雰囲気になってきました。あ、ここだ、屋台いっぱいある。あれ美味しそう。どれ違うよ。みんなここでね、飯食っちゃうんだ。ただの手元が光るんだ。
これがロックスの街の中ですね。ホコ店というかそういうのになってます。で、これマーケットだ。うわ、すげえ人。最近僕ら毎週土曜日ハマってるパン屋の出店。今日は夕方にあのサーフィンしたんで、結構ね足がこれだ、ほら、なんだよくわかんないんだけど、なんか年々しょぼくなってからね。あれだ、あ、フェアリーフロス。なんか昔はここら辺の建物全部ライトアップされてたんですよ。まあ、なんか何これ、人がここだけ集まってない、なんで。え、これ見てんの。これね、サーキュラキーつって船着き場、まあ、フェリー乗り場、こっから、まあ、いろんなとこ行けます。ほら、シドニーっていう町自体が、あの、もう海沿い、港の町なんで、どこでも行けます。エレクトリックプレイグラウンド。あ、サムソン、サムソンギャラクシー修理プレイグラウンド。すごい。なんかすごい。熱い。あれ、本当はね、あれ滑りたいけど。滑っといてよ。やったけど。多分すげえ並んでると思う。一人一人すげえ並んでるから やめます。これもできないんでやめます。並んでんのこれ。嘘でしょ。何がこんな楽しいんだろうね。あ、もう終わり。あ、これで終了。あ、あれ何？あれは、あ、あっちもある。人混みから逃れてきました。あ、疲れちゃったもん。まあこれであとゆっくり、もうだいたいね、光の祭典は堪能したので、もう十分です。堪能しまくりだよ、もう。いや、面白かったです。光はね、素敵です。こういう方がね、興味あるんだよね。なんか買ってく？
やってんの？もう終わりじゃない？自分たちはね、実は酒飲まないんで、甘いもの系とかなんかしょっぱいもの系に走ります、いつも。これはね、観光地お土産屋さんが多いんですよ。アイスうまそうに食ってんな。ここでジェラート、ジェラートここで買ってきましょう。ジェラート美味しそうだ。これね、ピスタチオのジェラート。近すぎ近すぎ美味しいです。普通甘くなくて甘いとね、参っちゃうんで、美味しい。お土産屋さん、面白いな。こう来た当時を思い出します。ハーバーブリッジって確かどのぐらい70年ぐらい前にできた橋かな。歴史ある橋なんですよ。すごいよね、70年前にこの建築技術。ルナパーク、あれ遊園地、まあ日本で言ったらレベル的には浅草の花屋敷です。相当盛り上がらないです。ただこっちの子たちはそれなりに喜びます。ほら、これがハーバーブリッジの根元。はい、危ないアボリジニーブロークンスプレー。やっと帰ってきました。もうね、足がね、足の中指が痛い。はい、到着。ちょうどじゃん。ちょうどだ。55分。1分過ぎ。はい。すごい。計算通り。帰ってきました。それでは。帰ります。よいしょ。はい、バッチリです。それでは帰ります。ということで、今日は、シドニーの、サーキュラキー、でやってた、ビビットシドニー光の祭典を見に来ました。それでは、ご視聴ありがとうございました。それではまた、さようなら、ありがとうございます。